知ればもっと楽しいオールアバウト LDH。 さあ始まりましたオールアバウト LDH。 今回も知ってるようで知らない LDH をですね、楽しく深く学んでいただこうという番組でございます。よろしくお願いします。ということでお願いします。今回も担任役を務めさせていただきますザランページのジンです。よろしくお願いします。はい、そして今回も大先輩お二人にいいご登場いただきたいと思います。ヒロさん、アキラさん、よろしくお願いします。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 リーさん、この間舞台素晴らしかった。ありがとうございます。見に来ていただきまして、はいはい、ハヤトさんと、はい、一緒にやらせていただきました、はい、一応それ言っときたかったどうぞ。ありがとうございます、はい、初日に来ていただきまして、はい、そんな仕事もやっております。そんな私ですが締め悪くないか急に動揺して締め悪くなってますもんね。嬉しくなって普通にニマニマしちゃう。そうだよね。ではでは、はい、はい、今回がまあシャープ3ということなんですけれども、ジェネレーションズのお二人はもちろんもう初回と2回目はもう見られてきた。もちろん見させていただきました。もちろんです。どうでしたか。すごい緊張感あるなっていうのが第一の、はい、そうですよね。正直、はい、緊張感あった。もうなんかそのお二人の前でなんか話すっていうのがなんかどうしても緊張感もやっぱあるなっていうのはなかなか CL でヒロさんもアキラさんもお二人並んで出られるのもないと思うので、いやだから本当あのなんだっけ2回目の家村さんの時がしめしめみたいなので、はい、俺あれをやりたかった。全部見てる人に、はい、僕じゃないです全て LDH って言うとあヒロさんだみたいな、はいはい、それをこう解消する番組の説明を、はい、僕らもちょっとなんか嬉しかったですもんね。家村さんがあそこまでなんかヒロさんありがとうございます、ヒロさんっていうそうなんです。成田さんいきなりガンちゃんに着いたもんだから、俺パリの空港側であった時ガンちゃん風で昼間だけでなくて夜も映画会で、はいはい、後押しでよく行くことあるジェネレーションズよろしくお願いします。本当にたくさんやっていただきありがとうございますで早速今回のテーマ発表します。こちらです。今回はマネジメント事業ということで、こちらも LDH のメイン事業の一つでございます。僕らのことをね日々支えてくださっているマネージャーさんたち、はい、ということなのでかなり重要な項目なので今回もしっかりと学んでいきたいと思います。そしてですね、このテーマをやるにあたりまして今回も先生方にお越しいただいております。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、はい、マネジメント営業本部第二マネジメント事業部におります。入社8年目になりました成田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。成田さん。成田さん。マネジメント営業本部営業事業部の篠原博樹と申します。はい、入社16年目になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お二人の人生はヒロさんが、あ、そうですね、はい、優秀なお二方っていうことと、うん、で今日ヘアメイクちゃんとしてるちょっと整った感じにみんなの気持ちを分かってもらったらいいかなっていうので、いつもと違う感じの緊張感は伝わってきてるんですけど、はい、お二人、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速授業を始めていきたいと思いますが、まずはこちらです。はい、こちらがマネジメント事業の組織体系でございますが、まずは成田さん、はい、こちらのご説明を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、まあ、いわゆる本当アーティストの皆さんだったりタレントの皆さんを、マネジメントしているのは第1から第3のマネジメント事業部が主になってきておりまして、はい、LDH ではこの本部の中に他の事業も一括でまとめているので、うん、まあ、営業周りだったり LDH レコーズ等々を管轄している、まあ、音楽事業のことであったり、あとは本当プロジェクトごとですね、まあ、有名なところだとハイアックスはハイアンドローとか、はい、などなどやられてますし、アキラさん筆頭に台湾事業をやられてる台湾準備室というものもあったり、まあ、これをまとめてマネジメント営業本部と、はい、さあ初回の授業の中でアキラさんが重要なことをね教えていただきました。先ほどお二人もね復習をねしていただいたと、言っておりましたが、まあ、覚えてますよね。こちらです。マネージャーは会社で要のポジション、ほにゃららで一緒に成長していくのが大事とおっしゃっていました。はい、もちろんね、みんな
見てきたよね。はい、ミク見てきました。小エッジ見てきました。こう分かるよね、アキラさんがね、はい、見てきました。ほにゃららで一緒に成長していくのが大事と。大丈夫、帰りたくない。あの勉強してこなかったから問題って見るとちょっと緊張しちゃうよ ね、 うね。前回のあれでもあったじゃないですか、急な問題みたいな、はいはい、あの準備はしたものの、 あのめちゃくちゃ今パニックってさ。分かるよ。分かる人ちなみにいます。お、俊之介早かった。二人三脚。正解です。わー、すごい、すごい。これはちゃんと見てきてた。あ、はい、予習しました。めっちゃほっとしました。急に姿消しましたね。いや、はい、冗談ってやがんの早かったけど下段全然でしたよ。ちょっと先輩方、いや、そこはやっぱりまあ我々が先に行くよりかは。なるほどなるほど。アイコンテッドチーム気を使って、はい、それはありがとうございます。もちろん落ち着いてくださいって。そんな先に行ってもしょうがないですから。もうそんな今マネージャーの、お仕事なんですけども、ファンの皆さんもですね、まあ、言葉は知ってるけど、どういう仕事をしてるんだろうということで、分からない部分もあると思うので、今回ですね、実はどのような仕事をしているのかというのをですね、特別に EXILE THE SECOND を担当されている梅澤マネージャーに、1日密着をさせていただきました。もう我々はね、あの、そうですね、もう昔からお世話になっている方ですけれども、はい、VTR をご覧ください。どうぞ。任せとけば大丈夫とかじゃなくて、ちゃんと嫌だなって思ったことを嫌だって言える人っていう安心感もあるし、そこをいると安心するかしないかっていうのは、なんかマネージャーさんの存在にとってものすごく大きいのかなっていうのは。かっこいい。てか、ちょっとかっこよくないですか、かっこよすぎません？アナザースカイ風ドキュメントがかっこよすぎませんか、ちょっと。おー、すげえ。確かに、すげえ。なんかちょっと見たことあるこの人の。すごい。基本的にはマネージメントって、なんだろう、当日の仕事の準備とか段取りが一番多いので、当日はまあやることってそんなに多くはないんですけど、まあリハーサルの時とかは、なんだろう、スタジオが綺麗になってるかとか、あと今日リハ着るジャージとか T シャツとか靴下とかも用意できてるかみたいなのはちょっとチェックさせてもらったりとか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今導入があった時にはパソコンのアウトで外して戻ってくる。ちなみに、はい、これでリハ映像。あ、でもそういうのは全部やっていただいてますね。あそこに GoPro が、それをこれでこう撮って、それをパソコンに落として、で展開していくっていう感じです。これだと、いいっすね。リハーサルがありますよね。これをスタッフのアカウントでアップします。お疲れ様でした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 。ちょっと会場見てみます。現場の様子見る、動線確認、動きの確認とかをして、で会場の関係者とご挨拶しながら打ち合わせとか、あと確認事項とかを指差し確認して、あの今日を迎えるまでに打ち合わせを 2,3 回重ねてますけれども、それの指差し確認っていう感じです。基本的になんかマネージメントで準備とか段取りとかが一番メインになってくるので、当日はそれの準備した通りにこう実行できてるかっていう確認と、そういったところにこう動き方を変えていく感じです。地域が変わるとやっぱ年齢層も変わったりとかするので、なんとなくこう どういった人たちがファンなのかなっていうのをこう直接的に見る機会になるので、すごい勉強になります。今度なんかそのアイデアとか施策とか考えるときに、やっぱこういったファンの人たちがいるんで、こういうものがいいのかなとか、なんか A とか B とか C とか、なんかいろんなパターンが考えられるのかなと。
2009年からLDHに入社させてもらったんですけど、それこそジェネレーションズが武者修行に行くっていうので最初のマネージャーとしてやらせてもらったのが最初のきっかけです。ジェネレーションズは本当に何だろう、仲間というか友達でもないですし、先輩でも後輩でもないですし、一緒に苦楽を共にしたっていう感覚が僕の中ですごい強くて、本当にマネージャーを知らない時から一緒に作り上げてきたと思って、マネージャーのこと、仕事を教えてもらったのもジェネレーションズですし、そういった成長、アーティストの成長を見れるっていうのもなんか僕の中ですごい経験になったので、まあ、本当に感謝してます、ね。ありがとうございます。嬉しいです。クリエイティブな人たちがすごい多いので、なん想像力だとかファンへの伝え方とか思いとかをこうアイデアをくれるので、それを具現化する作業だったりとか、あとはスタッフとかマネージャーで考えた施策とかを提案すると、それぞれメンバーからアイデアをもらえるので、より僕らがなんだろう、気づかなかったこととか、より大きな視野で見てもらってアイデアをもらえるので、それを形にして世の中に発信するっていう作業っていうのが、まあ、ものすごくやりがいというか達成感とかもあるので、楽しさの一つがあります。はい、ということで、梅澤さんの仕事ぶりを見ていただきましたが、どうでしたか、ジェネレーションズのお二人、梅澤さんから会った言葉もありましたけど。いや、嬉しいっすね、でも、はい、ああいうの。まさかそんなこと思ってたなんて1ミリも思ってなかった。1ミリもですか、はい、そうです。でも本当に僕らも何も知らない時から、梅澤さんも総務にもともといて、そうだそうです、はい、で、僕らが発足するっていうのでマネジメントとして入ってくださって、一緒になんかこう本当に全部一からいろんなことをこう学ばせていただいたっていうのは本当に思ってるので、なんか嬉しいですね、うん、嬉しかったです。武者修行一生は結構ハードだね、はい、確かに、確かに普通になんかちょっと喧嘩してましたもんね、梅沢さんと僕らで。梅さんもイライラするし僕らもイライラするしみたいな。まさに二人三脚で、いや本当にそうです、はい。マネージャーって、はい、本当大変だなと思うのが、その人の要は人柄とか接し方がグループの色にも関わるじゃないですか。あ、そうですね、だから社内だったらまだいいんですけども、うん、それが外部と接するとき、一つそこがフィルター LDH の顔となって接するので、うん、そのマネージャーの対応がいいか悪いかでもう第一印象変わるじゃないですか、はい、だから本当にマネージャーって重要なポジションなんですよね、うん、だからいきなりこうなんだろう、すごく売れてるアーティストがついちゃうとマネージャー自身が勘違いしちゃったりしてこう威張っちゃったりするのはまずいじゃないですか、はい、なんだろう、環境が普通の状況じゃないから、うん、そこで武者修行とかからついてるマネージャーさんとか多分でこうだんだん上がっていく過程分かるんだけど、こういきなりすごいところに配属されてその世界ばっかり見ちゃうとなかなかこうなんか勘違いしやすい環境になっちゃうんで、まあ、だから適度にこう移動したりとかいろんな場面を場所を見るっていうのはすごく LDH は繰り返していますけど、うん、成田さんなんていきなりガンちゃんについたもんだから、俺パリの空港側で会った時ガンちゃん風で、だからその時俺 あれ誰みたいな感じでLDH の人だと分かんなくて下から挨拶したらなんか結構ふーんみたいな俺あれで気づかなかったかも分かんないけど、なんかちょっとそれがねすごい第一印象悪かった感じだったんですよ。でもその成田君がこんなにいろんな現場にいて、多分あれですね、一番最短で上の方に大きくなるっていうのは一回大事だったのかもしれない。いろいろ反省点はバリとかどうですか、今マネージャーさんとの関係というか。僕らも今年でメジャーデビューして5年になるんですけど、初めて去年マネージャーさんが変わったんですよね。僕らもちょっと戸惑いもあったんですけど、うん、なんかそこまでの間でしっかりと学んできたことだったり作り上げてきたものがあったからこそ、割となんかスムーズに一緒に進めているので 今の現状もすごく、最初のマネージャーさんって特に大事なのかなってすごい思いましたね。新井兄です、はい、兄はもう格好が影響受けちゃってねめちゃめちゃ B-boy 風なキャップかぶってました、はい、確かに常にアイコンチームどうですか、ソーマとかは、はい、僕たちのマネージャーさんはそれこそオーディションの時から僕たちのことを一緒に見てくださってたんで、うん、一人一人のことを考えて喋ってくださいますし、
すごい楽しくて一緒にいて、なんか楽しい、なんかそういうところで僕たちもなんかこの一緒にいてなんか毎日が楽しいっていうか、なんで本当に僕たちのマネージャーさんはあの吉田さんじゃないとダメだったなっていうのは日々思いますね。あら吉田さん泣いてるんじゃない多分大汗かいてますもともとあれだもんね。そう、元々一緒に同世代でダンスして EXPG で一緒に、はい、やってたりもしたので、そういう夢の叶え方もね、吉田君みたいに、また違う形で一緒に今仕事できる、ね、ジェネレーションズに入ろうとしてたんだもんね。はい、そうです、一緒に合宿とかも行ってた仲間だったので、はい、でもこういうの聞いてると本当大切ですね、マネージャーさんとアーティストの相性というか、育ちとタイミングっていうのは、ということで、現場を、ね、支えてくださっている梅澤マネージャーのお仕事について見ていきましたが、これからですね、成田さんと篠原さんのお仕事について伺っていきたいんですが、まずはこちらご覧ください。こちらですけれども、主な、業務内容、第二マネージメント事業部なんかもう漢字が多いですもんね僕らではもうやっぱ取り扱えない、ね、こちら成田さんの、普段の業務内容でございます、はい、あの楽しそうなことが一個もないんですまあマネージャーもチームでやってるので、はい、あのケースバイケース、人によってタイミングによって業務によっていろんな立ち回りはしているんですが、ありがたいことにこういろいろ管理させていただくような、はいところはあるので、うん、僕の業務ってなるとこういうとこ出てきちゃうんですけども、マネージャーってなんか関わらなくていいことが一つもないなとは思っているので、うん、薄くなっちゃうところもありますけども、本当に全てのことにタッチしながらやっていくべきものかなとは思っているので、うん、まあ、プラスでこう立場とか業務内容によってはあのそうですね、会社の中との調整であったり、うん、あのいろいろ出てきますけども、成田君の立場になると今管理する側っていうのもあるんで、だからもともと現場から上がっていって管理できるようになってきたっていうのが、なんでこういうちょっと漢字が多い、はい、漢字が多い役職ってことですよねですけど、すごく一番キーマンではあるかなって、はい、やっぱ現場の子はやっぱそのクリエイティブな発想がやっぱ必要で、メンバーとのコミュニケーションを取る能力がやっぱ長けてる子っていうのはすごく大切だったりとか、まあ、そこでこうどっちの道に行くかっていうのはマネージャーのみんなもこう個人のなんですかね、やりたいこととか夢に合わせて分かれていくのかなっていうのはまあ見てて思うんですけどね。続いて篠原さん、営業事業部ということなので、事前にこちらも伺っております。はい、こちら篠原さんご説明いただいてもいいでしょうか。はい、あの分かりやすく言うと仕事を取ってくる部署というか、いつもお世話になってます、ありがとうございます、カツテレビ局いろいろのお仕事ありがとうございます、いつも、はい、特に篠原さんですよね、あのメディア関係、テレビ関係が、はい、うん、ね、はい、みんなこう見てる人って簡単にこうちょっとこう出れるみたいな、出演できるみたいな感じなんですけど、これっていろいろ大変な、そうですね、営業努力と、まあ、実績と、はいはい、基本的にはやっぱプロモーションとかがあるタイミングで出ていけるのがベストなんですけれども、昨今本当に音楽番組時代がやっぱ少なくなってきてるっていうのと、音楽番組あってもその毎週ではなくなってきてしまっていると、そういう状況もある中で、その番組作ってる側の方たちもあの数字とかにすごいシビアになってるんですね。でそうなってくると、こうプロモーションのタイミングで出るっていうよりも、なんかこう売れてるものとか流行ってるものを番組で使っていただけるみたいな、そういう流れもあったり、昔とニュアンス変わってきましたね。そうですね、はい、今その売れてるっていうのもそのなんだろう、番組とかその人とかプロデューサーの方によって Spotify の再生回数、はい、それを重要視する方もいるし、はい、動員数の方もいるし、はい、結構そういうところをこう各局によって番組によって違うんで、はい、時間帯によっても違います、違うっていうのがあるので、そこをこうどうやってなんだろう営業していくかっていうのは、多分あの篠原さんたちチーム頑張って注力しているところかなっていうのはあります。はい、僕よくあの篠原さんは
昼間だけじゃなくて夜も営業されてるので、はいはい、後押しでよく行くことあります。後押し、後押し大事ですね。もう一分前です。もちろんなんか変な回ではないです。もちろんそうですよね。親睦を深めるというか、はいはい、やっぱり人間関係築いたり、うん、それぞれがどういう思いを持ってるかみたいなのをしっかり伝えていくのがやっぱ大切ですし、でそんな時にやっぱりご本人の意見っていうのがやっぱ一番まあ通りやすいっていうか、うあのストレートではあるん でそういう時にあのアキラさんとかにもちょっとプロデュースあってもらえないですか。ジェネレーションズよろしくお願いします。本当にたくさんやっていただきありがとうございます。でもシノピーさんすごいあの外交がうまいので。そう、そんなイメージがあります。なんかマイルール的なのはお二人あるんですか、そのこうなんか自分の中で意識してるマイルール、はい、ここは譲れないマイルール。篠原さんいつもテレビで僕ら出た時は喋ってけって言うじゃないですか。ガンガンいけって言うじゃないですか。篠原さんドリブだよ、ドリブみたいな。ですよね。引き出しだよみたいな言ってるじゃん。でもなんか今お聞きしただけでも、うん、もうそれこそ成田さんと篠原さんですでに内容が違うにしても2人でコミュニケーションを取らないと成り立たないっていう1個の縮図になってるじゃないですか、ね、その中で言えばアーティストとかタレントさんの皆さんとコミュニケーションを取ってまず成田さんが聞くで、成田さんから営業の篠原さんとかいろんな方にってやっぱコミュニケーションがこう人が増えていくことで結構またぎきっぽくなっていくじゃないですか。でも一番根幹の人の話から広げていくっていう中で人に話す時とか聞く時にこう意識してることとか大切にしてることとかっていうのって何かあるんですか。ありがとうございます。ごめんなさい、今すごい代弁してくれたのかなと思ったいや質問で返ってくると思わなかった。いやここだけ僕がみたいな代弁しちゃったと思ったの。僕が話したらまたそれは違う変な人になるんで。特大ブーメラン。うんうんってうなずいてありがとうありがとうありがとうからのそっからのっていう、はい、でも成田さんどうですか、そのマネージャーに向いてる、はい、なんですか、向いてる向いてないじゃないと思うんですけど、はい、こういう人は向いてるなとか、なんか必要な資格とか、なんか人間性とかそういうのってあったりするんですか。そうですね、本当それもなんか一個じゃないなと思うので、うん、究極そのすごく仕事ができるけど嫌いな人もいれば、うん、めちゃくちゃ好きだけど分かんないですけど仕事できないっていう、でもどっちも多分成立すると思うので、やっぱ自分でこう考えて動けないとなかなかそういう伝えなきゃいけないものもただ伝えるだけだとやっぱ人によって解釈違うことも想像しなきゃいけないですし、なんか考えながら人とコミュニケーション取れることがやっぱ大きいかなとは思いました、はい、自分的にはやっぱり気づける人が最高かなっていう、やっぱりこう与えられたさっき言った情報を全部共有するんだけど、そこでこれまずいなっていうふうに気づけたりとか、あこれ面白いなって気づけたりって、そこの自分の周りにあるそのいろんな情報の点があるじゃないですか、それをこうピッとこうその案件ごとに線にして、あこれだみたいにひらめいて、それをひらめいたことをどうやってあの確実に形にしていくかみたいなところで組み立てられる、うん、そういうマネージャーさんは最強だと思うんですよ。だそれをマネージャーっていう一括りにしてるんですけど、全然やっぱ働き方が違うじゃないですか、はい、管理する側とやっぱり現場にいる側と、はい、だからそういう各あの場所にいる人たちが自分たちなりの目線でいいんで、そういう気づきをものすごくこうしっかりあの気づけて、それを形にして行動できるみたいな、そういう人はものすごい伸びていくと思うんで、でもこれって別にマネージャーさんだけじゃなくて、はい、多分それはもうアーティストの所属のみんなもそうだと思うん で、はい、うでね、自分はそうやってなるべくいろんなことに気づけるようにっていうのいうようなことをすごく意識 してやってきて今の自分があるんで、なんかすごくこう気づくって大切なんじゃないかなって、はい、すいませんジンさん、いやいやすいませんすいませんやめてください聞き入っちゃって、はい、そうですね。すごいね、やっぱもうその上のチームの熱心さが開いて何かをずっと書いてるんですよ。俺らパッと見も開きすらしてないこのデータ。でも俺らちょっとなんかメモしてやる、まあ、そうですよね、僕らのこの手たらくのこの感じ何を書いてたの今の。それこそ先ほどヒロさんがおっしゃっていたその気づき組み立てっていうのは僕たちに必要だなっていうのもありますし、このマネージャーさんがこういう動きされてるっていうのを理解することでなんか僕たちもこうなんか気遣いっていうか、なんかできることあるんじゃないかなっていうのあると思うんで、ここに今日いないメンバーに共有したりとか、
できたらなと思って。素晴らしい、それ素晴らしい。本当か？本当ですよね。本当ですよ。絶対そうですよ。ほんまです。ほんまです。あきらさん、どうですか？今その LDH のアーティストとマネージャーという、はい、こうなんか関係を見たときに。でもやっぱりアーティストは表として、はい、表現者としてのこう意見、見方、まあ、それをこう具現化するべくマネージャーの立場っていうところであるんですけども、メンバーはもちろんクリエイティブなところを押し付けるのも大事だし、でもその先に必ず何かこうマネージャーさんが意見するときにはその裏に理由があったりだとか、なんか本当にだから一緒になってこう作り上げていくことが大事なのかなと思いますよね。やっぱ一つのことにこう長けてても、まあ、一つのことにはこう足らない部分がある。でもその足らないところって結構アーティストって突っ込みがちじゃないですか。はい、でそこをなんかお互いでこうシェアし合ってこう一緒に現場を作っていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうには、まあ、自分は心がけてるところはありますね。いろんなスタイルあると思うんですけどね、はい、いろんな芸能事務所でいろんな外部は外部でいろんなマネージャーのスタイルとか、なんか LDH はやっぱり社員さんと所属のアーティストが一緒に作っていくっていうところがすごくまあ、オリジナルな会社なのかなと思うので、そこは大切にした方がいいかなと思いますね、はい、そうですね。でも LDH の一番の魅力って、まあ、所属のみんなとマネージャーって言われるみんなはぶつかるっていうのもそれはもうしょうがないし当たり前のことだとは思うんですけど、最終的にはまあ仲間として、まあ、それがこう一緒に一歩一歩こう前進してこれたから今の LDH があるなと思うので、なんかそういう LDH のこうチーム一丸ってよく使ったりとか、なんか LDH の底力みたいに言うときって必ずこう所属アーティストとかみんなそのなんだろう、表に出る人たちだけじゃなくて裏で頑張ってる人たちも含めての話じゃないですか。なんかだからそこの壁が本当にこうあんまりない会社だし、だからそういう意味ではすごくそこが強みなんで、さらにもっと密なコミュニケーションを取っていって、この一つのチームとしてどん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 LDH のなんだろう強みを世の中に発信していけたらなって改めて話を聞いてて思いました。はい、ということで、本日はマネジメント事業について学んでいきましたが、成田さんいかがでしたか今日の授業。はい、はい、今日みたいにこうやってカメラ前に立つことってまずありえないことなので、こういう経験させていただいたことでやっぱ皆さんがこういう収録とかに当たるまでのこう気持ちの変化とか、やっぱもうちょっと痩せとけばよかったなとかオンエア見たりとかするとより思うんですそういうのってこれ本当に知りたいけど知れなかったことが知れたことはやっぱマネージャーをやってる身としてはすごくいい場でしたし、この経験を生かして次いろいろ皆さんがカメラ前立てられる時には今日の経験を生かしたいなと、はい、でオンエアされる頃には結構バッサバサやられてて、またそれでね新たな学びにそうですね、あそこうまいこと言えたのに、全く使われないんだこういうのはありますよねありますさあ篠原さん、はい、マネジメントと営業って、まあ、分かれてるように感じはしますけれども、でもやっぱ僕らとやりがいってやっぱ所属の方が夢叶えてくれたりとかっていうのが一番だと思って一緒にやってるんで、これからもコミュニケーションを取りながら一緒に頑張っていければと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。最後にヒロさん、はい、今回のマネージャーっていう、まあ、なんだろう一括りにまとめての話なんですけど、やっぱり今日2人をの話聞いてても、もっといっぱいいろんなスタイルがあるし、もう超攻撃的なマネジメントスタイルの人もいるし、守備型の人もいるし、そういうこう決まった形とか決まった仕事がマネージャーっていうことではない、すごく広い意味でのマネージャーということを使っているので、なんかそういうところがマネージャーのこうやりがいでもあり楽しいところだなとは思ったんですけど、もっと細かく違う名前でもいいのかなっていうのはすごく、マネージメントするんだったらマネージャーっていうのはマネージメントする人って決めて、はい、もっと現場に就く人はなんかクリエイティブに特化する人はこうだとか、なんかマネージャーもなんとかマネージャーとか分かんない、違うのでもいいのかなっていうのはすごく、そうするともっと若い子は逆に迷わないのかなみたいな、はい、はい、ということで今回はマネジメント事業について学ばせていただきました。次回も、ございますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは本日以上でございます。また次回お楽しみに。ありがとうございました。